カフー先生と常人の写真、佐藤春夫。孤高の生涯に優秀の美。カフー先生の晩年の生活を一種変質教的なものと見るか、それとも鉄人の姿と見るかは人それぞれの目によるが、その寂しいような華やかな生涯が行く春の一夜、 人知れぬうちに、突然と終わって、警察の目には、一個の変死体扱いされたのは、世間並みの目には悲惨なものと見えるだろう、と思うが、我々、変機官主人、家風先生の文学精神を知る者にとっては、裏長屋の庶民を愛した先生の信念を徹底させて、その孤高の生涯に優秀の美をなさせた者として、 十字架に上がったキリスト並みにありがたいものに思える。そうして悲しいとよりは何やらほっと重荷を下ろしたような今までに知らぬ思いをするのは我ながらキーである。思うに無意識のうちにこんな時代に生きている先生に対して人ごとならぬ深い関心とか責任とかいったようなものを感じていたからではないだろうか。 それにしても二十数年前、僕は一頃、当時先生の腰銀着のようになっていた、坊友宝器陽子こと、後世の神様と自称した甲城郎種助に誘われて、その相棒として、家風先生の側近となる光栄を持っていた。僕が19歳以後の数年、怠けていた三田の塾を退いて以来、しばらく、 全くくえていたた先生ににお目にかかる機会が多くなった毎晩そこに先生の通っていた村の小屋とか村の茶屋とかいったカフェに陣取って夕方から看板まで先生を中心におしゃべりをしたものであるほとんど毎晩顔を見せる先生に敬意を表して店では嫌な顔もしないおかげで我々も心置きなく談笑したものであった カフー先生は話好きで話題は後へ後へ続いた先生の死に臨んで自然と思い出されたその当時のいくつかの話をここに披露して先生を偲んでみたい先生の青春時代先生は僕には元学生であったせいか決してそんな話はなく 文学論や世相などを語られたが、幸四郎君にはかなり不遠慮な祭壇などもしたらしい。僕はそれを幸四郎から伝え聞いたものであった。幸四郎の話によると、先生は一石青春時代を改装して、世界を股にかけた色道修行をいささか誇らかに笑い話されたことがあったので、幸四郎は、それでは、先生、 100年の後に孔毛壁岸の血の混じったような第二世が出現するような心配はございますまいかいや大丈夫そんな心配はありませんいつも世界に鳴り響いた日本武術の秘術を尽くして国威を輝かしてはきたが戦場には必ず武装して武装なしの白兵戦をするだけの勇気がなかったから国の内外を問わず万一 天一坊が出現しても疑いもなく皆偽物と思いなさいいつの場合にも武装を怠らない戦士の用意周到よりも先生の意志の固いのを僕らは密かに感心したものであった今度病状につくにあたっても一人で不自由とも心細いとも思わないで何不自由のない境外を孤独に徹して最後の息を引き取ったのも やはりただの強情我慢以上の医師の強さを見せているように思える保存していた常人たちの写真同じくその頃のこと先生は若い頃からの常人の写真や手紙は記念のため一束にして保存してあるただ一つ新橋にいた女で成金に引かされていったのは 腹が立ってズタズタに引き裂いて家中してしまったが、あれは若毛の過ちであった。あれさえあれば完備していたものを。それは先生の電気資料として最も重要なものですね。一枚かけたのは全く惜しいが、残っている分だけでも、先生、百年の後には見られるようにしてください。と私が言うと、幸四郎はそばから。 一層配慮したら、この上なしの形見になる。というので、私も調子に乗って、ぜひに、と言ってみた。その頃、先生は、僕ら二人に対して、大変好意的に見えたし、特にそんなことまで言ったのである。先生は、笑ってうなずき、僕の願いを叶えてくれる意思を示した。僕は、その場限りの話と思っていたら、 次に顔を合わしたとき、先生からその話を持ち出して。約束通り、あの手紙や写真の束は包み直して、君への遺品に送るように表面にはっきり書いておいたよ。写真の裏には元から詳しい説明が書いてあるし。と言われたので僕は。それでは先生の100年を待つような気になっていけません。 いっそすぐにはいただけませんかいや、それはいけない。今はまだ時々出してみたいこともありますからね。と、先生は若々しくというよりは子供らしく微笑した。先生はよくこの無邪気な子供らしく美しい笑顔を見せたものであった。僕としてはもうそれ以上は押してみる手もなかったから。 そのままになってしまっているうち、戦争になり、僕は従軍して戦場の処方に行き、その間に僕の紹介者に不都合があるなど、さまざまなことが先生の心証を害して、僕は恐縮した。一方、この貴重な記念品は、陛下にかかった麻布一米朝の返記官の炎上と一緒に、 かの美人たちの面影も灰と煙とになってしまった。いずれにせよ、もう僕の手には入りにくくなっていた品ではあったが、僕はその頃、たびたび返気管へも参上したが、僕のために包み直されたという品は、ついぞ見せてもらったこともないし、この話の真実性は僕にも本当は幾分疑わしい。僕の無に過ぎた願いよ、 先生は笑ってからかい、たしなめたのかもしれない。百年後には渡してもらえる話は別として、今はダメだ。まだ時々出してみなければならない。といったことだけは、間違いなく事実である。人気のない深夜の臨終の枕辺に、時々は出してみた写真の、果たしてどれが面影に立ったやら、立たなかったやら。 旧石地には吉原を同じその頃より少し後であったかと思うがこれを直接でもなく甲子郎からでもないからいつどこで何人から聞いたやら覚えてないからただの風雪に過ぎなかったかもしれないが先生は遺産その頃は今ほどの莫大な額には達していなかったろうが奥にして100年の後は これをフランスのアカデミーに寄付しようか、それとも吉原病院にしようか、若い頃には随分世話になったものですから、と言っていたと聞いたが、この話はその話の内容から見て、どうもただの風説ではないように思われる。吉原病院はいかにも先生らしいアイディアと思うのに、今はこれもなくなってしまっている。先生の遺産はますます 巨額にになったというのに吉原といえば先生が木刀祈団で世評が高く気を良くしていた頃のことたまたま伺った返記感で先生は僕に今度は吉原を書いてみたいと思っている昔なじみの女がやり手になっていたがもはやそれさえ務まらなくなって今は小じになっているのに巡り合うという趣向で 似たような作為のピエール・ロチのバツバツ。作品名を言っていたが僕は忘れてしまっている。を思い出してまた読み返してみた。と言われたがその次に訪れて。吉原の話はまだできませんかと問うと。あれは難しくてなかなかできそうもない。玉の井の方はすぐできたのが吉原は 玉の井のように手軽にはできないよう。何しろ伝統の深い土地だけに、そこが難しいのだね、きっと。と、その策はついにできなかったようである。もし何かの形で先生を記念するとしたら、誕生の地や終焉の地よりも吉原の旧跡の地を選ぶのが先生らしい案ではないだろうか。